はい。えっ、ー、と、第4週の3本目のビデオになりますね。えー、このビデオでは、いよいよ、えっ、ー、と、授業の、えー、例に入りたいと思います。えー、これはですね、先週の動画でもご紹介した、えー、バイク用の地図を買うことができるという CDS をですね、えー、さらに4つの CDS に細かく分けたものです。えー、それぞれについて、えー、授業の例を見ていきたいと思います。えー、まず最初はですね、 本屋の中で地図を書いて、地図を置いてある場所を見つけることができるという、こういう CDS ですね。で、えっ、ー、と、あの、ちなみにテストの方法はこのようにですね、地図という言葉を選べればいいわけですね。で、えっ、ー、と、地図の売り場に行ければいいので、地図という言葉を漢字で書けなくても構いませんし、発音も必要がないですから、それをひらがなで書ける必要もありません。 えー、でこれもですね、よくある学習,学習用の日本地図なんですけどあの、各地の名産などが可愛いイラストで書いてあるんですね。えー、で、あの、まあ、これちょっとそのクリエイティブコモンズにしてぼかしているんですけど、あの教室の中で使うときはもちろん、えー、本物を見せることが見せればいいと思いますで、えー。もし日本語学習者でしたらですね、えー おそらくほとんどの人はこれが日本の地図であるということは認識できるんじゃないかと思います。これがイタリアとか中国とかじゃなくて日本だっていうことですよね。で、その上で、えー、この下には、下の部分にある日本地図、えー、という、あのー、日本地図、そしてマップオブジャパンって書いてありますよね。そこに注目させると、<laughs> ごめんなさい <laughs>、えー。日本地図っていう漢字が、えー、マップオブジャパンという、えー、意味であるということはすぐにわかるんじゃないかと思いますね。 で、あの、例えば学習者がもしですね、日本という漢字をすでに知っていれば、この地図という漢字の言葉の意味はもうここから類推ができるんじゃないかと思います。えー、もし類推できなければもちろん教師が教えてしまっても構いません、えー。で、あの、ちなみにですね、あの、クラッシェンというその第二言語習得の世界で非常に有名な研究者がですね、えー、そういうふうに明示的に説明しても、 あの、言語習得には結びつかないという、えー、主張をしているんですけど、今のところですね、日本語教育の現場ではあまりこの考え方は支持されていないです。うん、と言ってもですね、あの、明示的に教えないことが大きな問題であるわけでもないですね。えー、大切なのは、あの、えー、つまり大量のインプットで何度も見せるうちにあの自然に気がついてくれるというのは、えー、まあ、それが一番自然な習得ではないかと思います。 で大切なのには、大切なことは前にも申し上げた通り、大量のインプットを行うということですねで。もしですね、明示的に地図という言葉を説明しない場合は、先ほどの日本地図とこの世界地図を比べて、共通する部分を見つけてもらうということをするのもいいと思いますね。で地図っていうこあの漢字を見つけ出すことができるようになったら、こういうふうにですね、こういう写真をたくさん見せて、 その地図という漢字を手で指さしてもらうようにしましょう。大量のインプットが必要なので、たくさんの地図の表紙を見せて、地図という言葉を指さしてもらう必要があります。しかしですね、CDS は書店で地図を買うことができるということですから、新聞記事の中から見つけるような練習ではなくてですね、なるべく書店で売っている地図の表紙とかですね、そういうものがいいんじゃないかと思います。 えー、でこういう練習をしていくと、えー、これはまあ前にもお見せしたテストなんですけど、あのこうしたテストでもですね、えー、正解できるようになるのではないかと思います。えー、でここまでの注意点をま,つまとめると以下の3つですね。えー、まずできれば本物の地図か、えー、せめてその画像などを使うということですね。えー、そしてまあそれと同じことでもあるんですけど、まだ習っていない言葉がたくさんある中で何らかの行動をするにはですね、 知らない言葉の中から知っている言葉を見つけ出す能力っていうのはもう初級の段階から必要なんですね。えー、そのためにも、えー、必ずまだ習っていない言葉も入れるようにしなければいけません、えー。そしてその上で必要ないことは教えないということも忘れてはいけませんね。えー、それではですね、あの、必要がない知識というのは何かということについては、えー、次のビデオでご説明したいと思います。 それでは一旦ここでこのビデオは終わりにしますね。失礼します。